まさかここまで生活能力がないなんて。幹部専用極秘ファイル？きっと隊員には伝えられないような秘密が書かれているのよね。ファイルは新しそうだし、最近作られたものかしら。もしかして私についても何か書かれてあるんじゃ。これを読めばミカエリ様たちが隠していることもわかるかもしれない。いけないことだっていうのはわかるけど、どうしても気になる。土天使ルシファーは何らかのきっかけで現在の人のように産み落とされた。その人物は関わった人間を次々と不幸にしており、早急な対策が必要と考えられる。これって私？落ち着け。まずは落ち着かなきゃ。ん？おお、ルシエル。どうした？ずいぶん早いな。あ、お疲れ様です。時間があったので掃除をしておきました。おう、ありがとな。てかさ、いつになったらその敬語やめるんだよ。俺もいい加減待ちくたびれてんだけど。ま、気長に待つとするか。やっぱ日中は暑いな。飲み物、冷たい方がいいかな。どうしたんだろう。いつもなら部屋に入ったらすぐソファーに座り込むのに。よし、ルシエル、夕方の見回りに行くぞ。え？見回りですか？うん、見回りだ。ほら、何ぼーっとしてるんだよ。さっさと準備してこい。置いていっちまうぞ。え？あ、はい、すぐに。できました。ちょ、ミカエリ様。うん、ああ、悪い悪い。なんか犬みたいで可愛くてさ。ああ、犬。ミカエリ様から見た私って、外に出られるだけで喜ぶ単純な子ってこと？まあ、俺は個人的には猫派だけど。って、そんなこと今はどうでもいいな。悪い。いえ、どちらかというと、犬扱いしたことを謝ってほしかったかも。よし、準備もできたし、出かけるとするか。これ、本当に見回りなの？早すぎて街の様子なんて全く見られないんだけど。というか、さっきからミカエリ様って買い食いしては走っての繰り返しよね。見回りじゃなくて食べ歩き？というか食べ走り？おい、ルシエル、こっちこっち。お前も見てみろよ。ミカエリ様？それは一体。一つや二つならそこまで驚かないんだけど、この量はさすがに。ん？何って、ドネルケバブ、うまいんだぜこれ。
チリソースをかけるのももちろんうまいんだけど、最近はこっちのヨーグルトソースがうまくてさ。やっぱうまいなこれ。あの、そんなに食べたら胃がおかしくなってしまいますよ。さっきも食べていたし。え、そうか。うん、けどさ、さっき食べたのはワッフルだし、なんていうか真逆の味が恋しくなるっていうか。この人、いつかお腹が爆発するんじゃないかしら。お、あっちにあるのジェラートじゃねえか。うまそうだな。お前も好きか。え、まあ。よし、そんじゃ決まり。あれ食いに行こうぜ。え、でもまだケバブが残っているのに。心配すんなって、俺のおごりだからさ、遠慮せずどんどん食べてくれよな。ちょっとどこ見て歩いて。で、ルシエル。サンダルフォン？なんだかいつもと雰囲気が違うような。サンダルフォンも来てたのね。楽しんで。これが楽しんでるように見える？見えないわね。だろ？だったら分かりきったこと聞かないでよ。ごめん。ところで、なんか元気ない？そう見えるなら、そうなんじゃない。はあ、探してるんだ。探してる？そう、メタトロンをさ、ちょっと目を離した隙にいなくなったんだよ。ああ、そういえばいないわね。そういうこと。だからこうして探し回ってるってわけ。大変ね。そういえばさ、さっきから思ってたんだけど、もしかしてあんたも迷子？え？なんで？なんでって、こんなところで一人でボケっと立ってるし、むしろそうとしか思えないんだけど。しまった、完全に油断していたわ。ほんの少し前までミカエリス様と一緒にいたんだけど。図星か。あ、でも私は大丈夫だから気にしないで。それより一緒にメタトロンを探すわ。いいよ、そんなの。こう見えて双子なんだ。あいつの行きそうなところぐらいわかるし。でも。いいって言ってるだろ。親切も度が過ぎるとただのおせっかいだ。じゃあね。ミカエリスを見つけたらここにいたってことは伝えといてあげるよ。私はどうしようかな。この辺りにあるジェラート屋に行けばいいと思うんだけど、どこだろう。あれ、お姉さん何してるの、こんなところで。何って、メタトロン？うん、僕だよ。どうしたの？そんなに驚いた？驚いたなんてものじゃないわ。それにしても、すっごくにぎわってるよね。楽しそうなものばっかりで、ワクワクするよ。あのね、メタトロン、さっきサンダルフォンが。あ、見て見て、お姉さん。あそこにある置物すっごくかわいい。あ、ちょっと。こら、勝手にうろうろしたらダメじゃない。なんでなんで？どうしてダメなの？勝手に動いたらサンダルフォンが心配するでしょ？
だからダメ。サンダルフォン？あ、そういえばいないよ。寂しくないの？あなたたちって基本いつも一緒にいるんだし。え？うん、大丈夫だよ。だって僕たちこれでも双子だよ。きっとそのうち会えるって。うん、そうかもしれないけど。そういうお姉さんは一人で来たの？寂しくない？え？そうだった、私も一応迷子なんだっけ。なんだ、お姉さんも迷子なんじゃない。そっか、お姉さんも迷子で僕も迷子。あれ？でも迷子が二人揃ったんだからもう迷子じゃない？迷子のことは変わらないと思うわ。そんなこと。 あれ？あそこにいるのミカエリスじゃない？え？うん、やっぱりそうだ。見つかってよかったね、お姉さん。ありがとう。うん、やっぱりお姉さんは笑顔の方がいいよ。それじゃあまたね。え、ちょっと待って、サンダルフォンなら向こうに。平気平気、すぐに会えるからさ。またそんな、一体何を根拠に。だって僕たち双子だもん。どんなに似てなくてもちゃんとした双子なんだからさ。だから心配しないで。じゃあね、お姉さん、今度は迷子にならないようにね。今の表情は一体。見間違いにしては印象に残りすぎているし。4次元空間にでもなっているんじゃないかしら。はあ、やっぱりいいよな、こういうの。平和って感じでさ、こうして街の実情を見ると改めて頑張らないとなって思う。ああ、でもお前は楽しめなかったか。え、いえ、そんなことありません。最初に走り回ったので疲れましたけど楽しかったですよ。そっか、ならいいんだけどさ、なんか俺ばっかり楽しんでいる気がしちまってさ。昔兄貴からも言われたんだよな、お前は感情で突っ走りすぎるって。お兄さん、そういえば家族構成とかって聞いたことがないけど。ん？どうした？そういや聞いたぜ、ここ最近あんたのところ急激に業績上がっているそうじゃないか。ああ、実はさ、例の組織宵の明星が斡旋してくれるからさ、おかげで商売大繁盛さ。へえ、そういや最近そういう話よく聞くな。俺のとこも頼んでみるかな。ああ、おすすめだぜ。お偉いさんには煙たがられているようだけど、俺たちにとっちゃあっちが神様みたいなもんだ。違いねえな。悲しそうな顔、ミカエリス様にとっては辛い話よね。あの、悪い、ルシエル。ちょっとぼーっとしちまった。食いすぎたかな。なんでだろうな。え？どうしてマフィアなんかを崇拝できるんだ。たとえ目先のうまみがあったとしても、
結局後々自分たちが苦しむことになる。今の奴らだってそのうちあの組織に殺されるかもしれないってのに。俺だってさ、確かに他人のことは言えねえ。相手がどんな奴であれ、今までたくさんの奴らを殺してきたんだ。殺した奴にも家族がいて、恋人がいて。それでも俺は、他の大多数を助けるため、今まで手を染めてきた。俺さ、自分で言うのもなんだけど、すっげえ恵まれて生きてきたんだ。着るものも、食べるものにも困らなかったし、当然、住む家だってあった。敬愛すべき父親がいて、賑やかな兄弟がいて、毎日すげえ楽しかったな。素敵な思い出ですね。まあ、二日に一回ぐらいは、流血沙汰の乱闘もあったけど。流血沙汰？うん、そんなに驚くことか？普通驚くと思いますよ。って、なんか改めて自分の身の上話すると、照れるな。ああ、そういうお前はどうなんだ？子供の頃の話とか、すげえ興味あるんだけど。私は、あんまり面白みのある話じゃ、なんていうか、平凡で普通な感じですし。そうなのか？けどそれを言ったらある意味俺も普通だったような。2日に1回の流血騒ぎは普通じゃないと思いますよ。まだそのネタ引っ張るか。それはその忘れられないくらい衝撃的でしたし。可能性もなさそうだし。ルシエルへ、ミカエリスより。午後4時中央地区の広場にて待つ。意外だわ、用があるときは直接部屋に乗り込んでくるタイプなのに。あと30分もないじゃない、大変。ルシエル、珍しいな、遅刻なんて。まあ遅刻って言ってもたかが10分程度だけど。すみません、ですがこの呼び出し方法は少し不確実だと思います。封筒に何も書かれていないので開けるのを少し戸惑いました。受け取る相手によっては新手の呪いの手紙だと勘違いしますよ。呪いってひでえな。心を込めて書いたラブレターだっていうのにさ。ああ、嘘嘘、ごめん、冗談だって。怒った顔があんまり可愛いからついからかっちまった。許してくれよな。それで、ご用件は？うん？ああ、ちょっと待った。髪、ちょっと乱れてるぞ。どうも。
これでよしっと。それじゃ、行くか。え？行くってどこに？どこにって決まっているだろう。デートだよ、デート。え？はいはい、ここまで来て待ったはなし。ほら、いいから入ってみろって。鍵なら開いてるからさ。懐かしいか、この場所。はい。どうした？入らないのか？え、入りますけど。ミカエリス様こそどうしてそんなところで立ち止まっているんですか？ああ、さすがによそ様の家にこれ以上上がり込むわけにはいかないだろう。だから俺はここで待ってるよ。今さらだと思うけど。お姉ちゃん、ルシエル。ほら、ルシエル。お姉ちゃん、お姉ちゃん。おかえり、ルシエル。泣き虫なのは変わってないのね。それで幹部候補生は務まっているの？大丈夫よ。それに向こうではそこまで泣いていないし。本当に大丈夫なの？体質のこともあるし、無理しなくても。それにあなたと私は。大丈夫、心配しないで。確かに大変なことも多いけど、もう少しだけ頑張ってみたいの。それに。それに？うん、なんでもない。おい、ルシエル、そろそろ帰らねえと夕飯食い損ねるぞ。ごめん、お姉ちゃん、もう少しゆっくりしたいんだけど、仕事も立て込んでいて。あ、そういえばさっき何か言いかけていたけど。いいの、その話はまた今度で。あなたの顔を見られただけで嬉しかったわ。そっか、それじゃあまた会いに来るからね。ありがとうございました。うん、何の話だ。俺は単にお前の育った家を見てみたかっただけ。帰れて嬉しかったんです。お姉ちゃんにも会えましたし。やっぱり家っていいものですね。何言ってんだよ。今のお前の家はあそこじゃねえか。そうですね、確かにもう家みたいなものかもしれません。なあ、飯もうまいし日当たり良好。直属の上司は優しくて頼りになる。理想の環境だろ。ですね。ありがとうございます、ミカエリス様。なあ、連れて行ったあれってわけじゃねえけど、一つ頼みを聞いてくれねえか。え？あ、はい、私にできることでしたら。
いや、そんな難しいことじゃねえよ。ただその、そろそろ敬語やめてくれねえかなって思って。そういえば前にもこんなお願いをされたっけ。二人きりの時だけでしたら。ああ、二人の時だけだ。俺はそれだけで嬉しいぜ。こんなに喜ばれるなんて、嬉しいけど照れる。